吉野さん、一人一人どうやったら売り上げが上がるのか成功するのかそれはねぶっちゃけ本人自分で考えることですよね。もちろん外側から見える見解をいろいろお話したりとか自分の成功体験や失敗体験や知識や情報の中で最適なアドバイスはしますけどもじゃあ他人を成功させることができるのかどうかってことですよね。 で実際そっか塾の中にも稼げるようになったけどもその後詐欺を働いたりとかだからすごく不誠実な対応をしてもう波紋になったやつもいるわけですよ。それこそね稼げないより立ち悪いですよ。稼げたことを武器にして稼げないものを売るみたいなねひどい話ですよね。うん、だからねその都度その都度稼ぎ方ってのは千遍万化するわけですし教わった通りにやっても駄目なら。 改善していいいいかないといけないとけエッセンスはお渡ししますけども例えば YouTube を使いましょうとかねコピーライティングはこうですとかサムネイルはこうですとかそれから信頼関係の作り方はこうですよとでもそれは A さん B さん C さんにカスタマイズしたものにはならないんですよねそのカスタマイズ自分の服に合うようにやっぱり体型も変えていかないといけないし TPOS によっては着る服もやっぱ変えていかないといけないですよね最高級のタキシードですとか言って、 じゃあ運動会にそれ着てていきますすかってことなんですよいや運動会に行くんだったらこのジャージにしようよっていうふうなねいわばアドバイスなり購入なり自分なりのカスタマイズしなくちゃいけなくってだからね自分の成功のためにその図式を示してくださいみたいなこんな簡単な話じゃないでしょそれは無理ですよそんなのはまさにそういうのを依存しちゃったりとかする時点でアウトで基本的には自分一人でやるもんだなとかね それこそジョインとしてセールスをお願いするっていうのもたまにあるかもしれませんけども基本的にはこれそんなことせずに自分一人で売っていかないといけないし自分一人で商品作んないといけないし自分一人で資金回収して自分一人でねフォローアップするわけじゃないですかなんか会社に属してるわけでもないですしまあ熟成さんとかコンサルをしてくださる方ってその関係っていうのは同じ会社の社員とか上司じゃないですからねやっぱり弟子であり師匠でありしかもですよ同じそのの情報っていう業界の中で パイを奪い合ってるわけなんですよ。だからそこら辺の意識を持たないといけないのかなと。ライバルは俺だぞ、みたいなね。教えてやるけども、ライバルは俺だぞ、と。叶いますかみたいな。これはね、以前ね、ネオヒルズのなんとかさんっていうね、ちょっと名前出しませんけどもね、言ってましたけども、あの情,報ビジ情報ビジネスをするっていうのは、私がライバルの、わしがライバルなんです。僕がビジネスのライバルになるんですよ。その覚悟ありますっていう風うな動画を思い出しますよ、よく。確かに、情報ビジネスを、あるね、 あのネオヒルズさんは勧めてくれましたけどもたまにそういうこと言ってたんですよライバルは私ですすすよみたいなどうします叶いまい、うん、だからあのマーケットを変えないといけないしやり方変えていかないといけないその中で私はちょっとね励ましをもらったことがあったんですけどそれはですね広島でやっっててることだって言うんですよで近くの人に会いに行くってことさすがにそこまではわしはできんからねとか言ってましてね僕はできませんからねみたいな言い方だったかなうん。確かにね広島で 地域の人相手にやってるもう24時間面談コンサル塾の運営いつでも会えますいつでも来てくださいこれはネオ・ヒルズの,のタワーマンションに住んでる人がいちいち広島に来てできないから同じ金額同じような内容でも私の方が選ばれるでしょうってことですよねだからカスタマイズしていかないといけないですねその辺はねで今ねリモートでも何でもできる時代ですけどもだからこそあの A さんの塾 B さんの塾 C さんの塾っていうのを全部リモートだから選べちゃうわけですよね だって会いたいと思っても別に会う機会はないわけですからだからより自分にしかできないサービス自分よりも優れた人の手の届かないことをやっていくってことは、まあ、求められているのかなと思いますよねそれはもう私自身も突きつけられていることだしそれからこれから情報ビジネスをしようコンテンツビジネスをしようっていう人にも突きつけられていることかなと思いますよねやっぱね手の内見してもその手の内を使わないですからねもったいないですよね 手の内はね。いろいろと、なんか面白いですね。吉谷拓郎は詐欺師だ。いいな <laughs> これちょっとそっか塾に書き換えますよ。ありがとうございます。